私とお姉ちゃんで、お兄ちゃんをサンドイッチだ。両手に花ってことだろうね。じゃあ、このリモコンで電気消すよ。ポチッとな。もう少し近づいちゃおうか。そうだね。そうしよう。どうだ、姉の感触は。妹の私もこうやってすり寄ってるんだよ。キューってしちゃう。こんなにガヤガヤしてたらしばらく誰も眠れないかもね。いいんだよそれで。お兄ちゃんとのひとときを楽しめるならね。やっぱり君のスフラって気持ちいいね。女の子みたいにスベスベで綺麗だよ。ああ、ほんとだ。あれ？なんだか、覚えのある匂いがする。もしかして君、私たちのボディーソープとかシャンプー使ってる？そうだったのか。道理で減りが早いと思ったんだ。別に、君なら使ってもいいけど、先に言葉りを入れておいてよね。お兄ちゃんの髪、サラサラだ。でも、男の子って、やっぱり髪の毛太いな。よく言えば、芯があるというか、色が濃くて、栄養たっぷりあるみたい。でも、髪染めるとき大変かもね。あまり色が乗らないというか。もっと明るめの色で染めれば、ちょうど良くなるんじゃないかな。私、そろそろ髪切ろうかな。お兄ちゃんに切ってもらえば？スタイリスト目指してるし、お姉ちゃんもいい加減実験台になってあげたら。まあ、そうだね。まあ、君って専門入って半年だっけ？将来、私がアイドルになったら、専属のスタイリストさんになってほしいな。あの夢って本当だったんだ。もちろんだよ。私週末はダンスとボーカルのレッスンを受けることになったんだ。へえ、立派なもんだね。君も妹を全力でサポートしないとね。人気アイドルのお兄ちゃんになるんだったらね。お兄ちゃん照れてる。かわいいんだ。私も夢叶えたいな。お姉ちゃんはスチュワーデスになりたいんだよね。そう。だから今、英語の勉強頑張ってるの。きっとなれるよ。みんな、それぞれの夢に向かって、頑張ろうね。そういえば、君がくれたプレゼント。必要性が高いものばかりで助かるんだよ。誕生日とかクリスマスとかで年に何回かもらうけど、私、お兄ちゃんからのプレゼントが一番楽しみなの。この前くれたのはハンカチだったよね。これの質感がとても良くて、一日に何回も使うし、使ってて気持ちいいな。私がこの前お兄ちゃんからもらったのは、パソコン用のメガネなんだよね。最近いつもつけてるよね。私別に目が悪くないから、度は入ってないんだけどね。ブルーライトっていうのをカットすることができるらしくて、特にパソコンから出てる有害な光から目を守ってくれるらしいの。私はちょっと機械に弱いから、パソコンはあまり使わないけど、私も欲しいな。お姉ちゃんは、ちゃんとデジタルもある程度使いこなせなきゃスチュワーデスになれないよ。そっか。そうだよね。パソコンについて、今度詳しく教えてほしいな。そうやって、お兄ちゃんと二人きりになるチャンスを狙ってるんでしょ。あらら、バレちゃったか。じゃあ私も、お兄ちゃんと二人きりになりたいな。
通にデート申し込んじゃうかも。私もデートしたいな。ご飯おごるから今度の日曜日どうかな。お姉ちゃん、食べ物でお兄ちゃん釣るなんてずるい。悔しかったら働いてみなさい。高校生になったら絶対働くよ。お金貯めて頑張るんだ。じゃあこうしよう。二人ともご飯をおごってあげるから仲良く三人でデートしよう。はい、わかった。よし、いい感じでまとまったところでそろそろ寝ようか。お兄ちゃんが特にお疲れみたいだから癒してあげよう。じゃあ気持ちいい言葉をささやいてあげる。そうだね、それでリラックスしてほしいな。君はその言葉を聞いてぐっすり寝ちゃっていいからね。お兄ちゃん、お兄ちゃんは私たちの宝物だよ。そして兄弟としての絆がある。この絆はずっと大切にするからね。私、お兄ちゃんのこと大好き。どのくらい好きかというと、毎日こうやって一緒に寝たいくらい。君のそばにいると私も癒されるんだ。なんか自然と笑顔になっちゃう。お兄ちゃんの手がね、こうやって私の頭の上でなでなでしてもらうとね、いいってなっちゃうんだ。お姉ちゃんにもなでなでしてほしいな。なでなで気持ちいいよね。すごい癒される。犬や猫にでもなった気分。家族とのボディタッチは大事なコミュニケーションなのです。そうだよね。本来もっと君はお姉ちゃんにベタベタするべきなのかも。私ともベタベタするべきだよ。私はお兄ちゃんだけの可愛い妹でいたいんだもん。私にとって君はいつでも会える白馬の王子様だよ。まあ、お姉ちゃんとても乙女チックですわ。それはお互い様ですわ。なんかね、君のことを考えてるとすごく幸せになるんだ。時もそうだけど、嫌なことがあったりしたらすぐ君を思い出してるよ。ちょっとした精神安定剤みたいになっちゃってるね。だからすごく感謝してる。君がいなかったら多分私の人生はもっと暗かったと思う。私もお兄ちゃんがいるおかげでいじめられなくなったよ。最初はね、男の子から結構いじめを受けてて、でもお兄ちゃんがその子たちを叱ってくれたおかげで今はその子たちも普通に接してくれるようになった。君のことをみんなも尊敬してるからこそできることだよね。お兄ちゃん大好き。今後もよろしくね。姉としてはとても苦しいよ。これからも頑張って。お兄ちゃん見てるとすっごく安心しちゃうから眠たくなっちゃった。私も目が重たくなってきた。おやすみお兄ちゃん。いい夢見てね。
うですか？私の膝、苦しかったりしませんか？もし首が痛かったら、楽な形に動かしていいですからね。クオンちゃんって、クラスの中でも結構成長が早い方だもんね。太ももとか、かなり柔らかいんじゃないですか？いやー、もう、そういうこと言うのやめてよ。恥ずかしいじゃん。でももし、お兄さんがそういうの好きなら、耳かきされながら、いっぱい味わっていいですからね。もしかしたら、こういうのも、耳かきが人気の理由の一つ。かもしれませんね。さてと、まずは、どうするんだろう。ねえ、ちなつちゃん、このまま耳かき始めちゃってもいいのかな？私がママにしてもらうときは、まず耳の中ふーってされてるけど。はあ、それ私も。あれって、すっごいくすぐったいよね。あったかいのが、ふわーって流れてきて。そうそう、背中ゾクゾクってしちゃう。それ、お兄さんにやってあげてもいいんじゃない？だねー。じゃあ、お兄さん。まずは、お耳、ふふってしちゃいますね。くすぐったくても逃げちゃダメですよ。じゃあ、くすぐったいんだ。お兄さんもじもじしてる。その反応すっごいかわいい。ゾクゾクしちゃいますか？でも嫌なくすぐったさじゃないと思うんです。だからもうちょっと、気持ちいいですか？あとで私もいっぱいしてあげよう。もうちょっとだけ。you
な。じゃあ、耳かき始めていきますね。たくさんゴシゴシってかすっちゃいます。ふうふうするよりずっとくすぐったいと思いますけど。危ないからあまり動いちゃダメですよ。じーっとしたままリラックスしてクオンちゃんの耳かき味わってくださいね。じゃあ行きますよ。まずはお耳の入り口のあたりから、こうして、どうですか？力加減には気をつけてるんですけど、強すぎて痛かったりしませんか？大丈夫みたいだよ。お兄さん、すっごい気持ちよさそうにしてる。穏やかな顔して、赤ちゃんみたい。そうなんだ。ってことは、ちょうどいい感じでできてるってことですね。じゃあこのままカリカリってこすっていきますよ。もしかゆいところとかあったら素直に教えてください。こうしてコリコリコシコシ。書いてあったことって本当だったんだ。でも考えてみればそうだよね。私もお母さんに耳かきしてもらうときってすっごい気持ちよくなっちゃうもん。それすっごいわかるかも。フーフーされるのも結構気持ちいいし、それで耳かきはもっと気持ちいいよね。自分でやってもそこまで気持ちよくないのに。誰かにしてもらうのと自分でするのとじゃ全然違うってことだね。汚れちゃってますね。お耳の掃除をするのって久しぶりだったりするんですか？もしかしてお仕事が忙しくてそんなことする暇もないとか？はぁ、やっぱりそうなんですね。大人って大変ですね。でも私のパパもそうかも。忙しい時期とかすっごいガサツになっちゃうし。そうなんだ。じゃあ今日は今までお掃除できなかった分、私が精一杯の気持ちを込めてお兄さんのお耳きれいにしてあげますね。ほーら、汚れが溜まっているところをこうして。
ですか？汚れてるところをカシカシってこすられるのくすぐったくないですか？このままお耳の肌がちゃんと綺麗になるまで丁寧にお掃除していきますからね。枕してる格好だからなんだかクオンちゃんがお兄さんのママに見えてくるかも。そうなの？この年におままごととかちょっと恥ずかしいけど、でもお兄さんが喜んでくれるならそれもいいかも。ほーら、ママの耳かきはどうでちゅか？気持ちいいでちゅか？久しぶりの耳掃除でちゅもんね。お兄さんじゃなくて、僕ちゃんのお耳がツルツルになるまでこうしてママがお耳よしよししてあげまちゅね。綺麗になってきたかも。これやるのも楽しい。綺麗にしていくの気持ちよくてちょっとハマっちゃいそう。へえ、そうなんだ。
じゃあ早く変わってよ。私もお兄さんのママになりたい。ダメ。まだ奥の方やってないもん。だから、今度はもうちょっと深いところを掃除してあげまちゅね。こうして…掃除されるの、すっごいゾクゾクしませんか？こうして、ちょりちょりってして…奥に行けば行くほど、汚れも大きいでちゅからね。コシコシ、クリクリ、くすぐったいでちゅか？いっぱいゾクゾクしていいでちゅよ。特にほら、奥のところをこうして、ツンツンしたり。くにくにってしてみたり。
おしまーい。ぼくちゃんのお耳、とっても綺麗になりましたよ。でも、これで終わっちゃう？もう少しだけ、ママの耳かき、味わいたい？どうなんですか？あ、ずるいよ。コーンちゃんの番はもう終わりでしょ？次、あたしだって。早く変わって。でも、ほら、僕ちゃんは、まだまだ気持ちよくなりたいって言ってるよ。赤ちゃんは甘えん坊だから仕方ないよね。ということで、もう少しだけ、お耳コシコシしてあげまちね。さっき反応してくれたところ、こうして、
僕ちゃんが感じてくれるところだけをカリカリしてあげますね。だけ楽しそうなのずるいって。ねえ、そろそろ変わって。もういいでしょ、やりすぎだって。待って、もうちょっとだけ。ここをクリクリってしてあげてから。になりましたよ。それじゃあこっちの耳かきはここでおしまいでちゅう。続きは千夏ママがしてくれるから楽しみにしててくださいね。たっぷりカリカリしてあげるんだから、たくさん耳で感じてくださいね、僕ちゃん。左のお耳も、お風呂上がりで綺麗ですね。産毛が少し水を含んでいるようです。それじゃあお耳掃除を再開しますね。はい、わかっています。もちろんお話の続きもすぐに。つぼみはですね、もちろん咲いてみないとわからないんですけど、それでもきっとチューリップだって思うんです。とっても綺麗なチューリップって。はい、季節外れですよね。チューリップなら春のお花、物部野の道を歩いてみても、この季節なら菊に桔梗にお見舞いし、土手沿いには彼岸花、それから一面に広がるコスモス、何色かですか。旅の方とおこんと、本当に心の動き方、考え方が似てますね。おこんもそれが気になって、つぼみなかなかほころばないから、見えないから、
だからおこん調べたんです。何をって、それは花言葉です。おこんが全く思ってなかったものが一つだけあったから、この鉢植えにはチューリップはおこんを呼んでくれた神様からのお手紙みたいなものかもって、おこん思って、それでおこんチューリップの花言葉調べて、そうしたら驚きました。すごくたくさんあるんですね、チューリップの花言葉って。赤が愛の告白、それで白は失われた紫のチューリップは不滅の愛で、それで桃色のチューリップは愛の芽生えと誠実な愛、それから黄色のチューリップの花言葉は、え？あ、旅の方、物知りですね。そうです。黄色のチューリップの花言葉は、叶わぬ恋。どうしてご存知？ごめんなさい。驚いて手が止まっちゃってました。はい。そうなんですか。それだけはなんとなく知っていた。でもですね、それだけじゃないんですよ。黄色いチューリップの花言葉、叶わぬ恋。他の花言葉は、日光、お日様の光です。不思議ですよね、花言葉って。叶わぬ恋と日光と正反対みたいな言葉が一つのお花に。え？正反対じゃないかもしれないですか？あ、それってどういう。人が、あやかしが、どんなにお日様に恋焦がれても、それは決して、叶わぬ恋。だけど、そうなら、憧れ続ける、叶わぬ恋なら
それは素敵なことなのかもって。おぼん、少しだけ思います。それはどうして？旅の方ね、お話の続き、もしも気にしていただけるなら、今夜もお泊まりになられませんか？おこんでよければ添い寝して、寝物語に話の続きを、とあなたが寝入るまで、そーっとささやき続けますから。